アキュラ。アキュラ、ローマ字。アキュラは、ホンダ技研工業が1986年に、アメリカ合衆国、カナダで開業した高級車ブランドである。現地開発モデルを含む6車種で展開され、販売台数の7割を、北アメリカ生産者が占めている、2005年時点。アメリカにおける、ホンダの歴史は、1959年、ロサンゼルスに販売会社、 アメリカンホンダモーター、アメリカンホンダモーターが設立されたことに始まる。小型バイク、スーパーカブをはじめとする二輪車の販売で成功したホンダは1973年の第一次石油危機に際して低燃費の小型車、シビックによりアメリカ自動車市場への進出に成功した。1982年にはオハイオ州メアリーズビルの自社工場において乗用車、 アコードの生産を開始したが、これは日本の自動車会社として初めてのアメリカ現地生産であった。大衆車の販売で成功したホンダはより上級の自動車市場への進出を計画。1985年にはアメリカ現地での研究所としてホンダ R&D アメリカ社の技術開発センターがオハイオ州に完成した。翌1986年にアキュラが開業。 全米60店舗のディーラーを通して、スポーティーカー、現在でいうスポーツコンパクトのインテグラとフラッグシップのレジェンドの販売が開始された。これは、日本の自動車会社による高級車ブランド設立の第一例であり、トヨタ自動車のレクサスや日産自動車のインフィニティ、いずれも1989年に開業に先立つものであった。開業初年には、 早くも自動車ブランド別の顧客満足度調査において第1位を獲得しアメリカでの高評価が定着した。アキュラブランドの販売はカナダでも1986年から開始された。同地においては独立したディーラー網の展開はなくホンダブランドの下での併売となっている。1990年には NSX が発売された。百九十一年に 香港2004年11月30日にメキシコ2006年9月27日に中華人民共和国マカオなどを除く2014年にロシア市場へも進出しブラジルにも進出する計画が発表されるなどレクサスやインフィニティに比べて遅れていた世界展開が進んでいる一方であえてアキュラブランドを導入しない地域もある日本もその一つである レジェンドがホンダブランド車として販売されることに関しては、ホンダの知名度は高いが、アキュラは皆無であることが一因であることが、ホンダ社長のコメントから伺える。スポーティーさを特徴とする高級セダン SUV を展開している。NSX の一時発売終了以降は、全車種が全輪駆動車や、それをベースにした四輪駆動車となっていたが、2016年に、 新 n s x 高輪駆動、モーターアシストによる四輪駆動が発売されたことで、その法則は崩れた。直列四気筒エンジン搭載のモデルが存在する。一方で、最大でも V 型六気筒エンジンに止まるなどの特徴は、従来アメリカで認識されてきた、高級車、ブランド像とは異なるものである。また、レクサスやインフィニティなどが、 日本製による品質とイメージの維持を図っているのに、対して、アキュラでは、現地開発、現地生産による、現地化に注力しているのも特徴である。2006年のアメリカ合衆国における、販売台数は20万1223台であり、そのうち、約13万台が、北米現地生産者であった。2009年、アキュラは、全車種が自動車ブランドとして、史上初めて、 二つの代表的な自動車安全調査、機構、運勢による、クラッシュテストでの5つ星と、米国道路安全保険協会、フスによる、トップセーフティピック評価を獲得した。ブランド名は、アキュラシー、正確さを連想させる造語である。ホンダのエンブレムの、H マークをちょうど逆にした、A に起演する、また、アルファベット順に並べた場合に、他の、 どのブランドよりも先頭に来ることが考慮されたとも言われる。エンブレムはカリパス、ノギスをかたどったものに手を加えて A マークと見えるようにしたものである。モデル名は当初、アキュラレジェンド、アキュラビィガーなど同系者がホンダブランドで発売される際と同一の名称が使用されていたが、その後は全モデルがアルファベット2文字か3文字の名称に変更、統一されている。 セダン系車種は LX、クロスオーバー系車種は DX の設備時で統一されている。アキュラブランドは日本への導入も計画されていたが、自動車市場の状況の変化等に伴って、撤回された。従来、モータースポーツ活動は、アキュラスパイス SE90CL、NSX のエンジンを搭載し、1991年より2年間、 イムッサシリーズのキャメル GTP ライトクラスに参戦。ドライバーズ、マニファクチャラーズの両タイトルを2年連続で獲得等での参戦があった程度で積極的に行われていなかった。2007年よりアメリカンドマンシリーズ、アムズの P2 クラスにおいてエンジン、V83、400cc のや車両、カレッジ LC75 ベースのアキュラアークス -01。 A への開発及び供給を行っている。なおオペレーションは、ホンダブランドで、インディレーシングリーグ、R へのエンジン供給を行ってきたホンダパフォーマンス、ディベロップメント、HPD が担当する。2009年からは、P1 クラスにステップアップすることが発表された。2010年度のルマン24時間レースの P2 クラスに、アキュラアークス -01 がエントリーし、クラス優勝を果たした。 2017年からは、イムスサの GTD クラスに NSXGET3 で参戦し、早くも2勝を上げている。また2018年からは、ダッピー規定のプロトタイプカーで、ペンスキーオレカとジョイントして、P クラスに参戦すること決定している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。